YouTube をご覧の皆様、どうも原田敦です。さて7月22日、毎日があっという間に過ぎていきます。本当はね、8月1日には北海道にいる予定だったんですが、多分、難しいということでずらすことで今またスケジュールを考えております。いつになったら旅に出られるのでしょうか。かつね、旅に関する仕事もちょっとあったんですが、そちらの方も結局この状況なので、飛んでしまっております。だから何か仕事を作り出さねばと思っておるんですが、何があるのか全然思いついていません。なんか話を聞くおじさんとかやろうかなとかね、レンタルおじさんみたいなことも、考えていますが、なんかさ、こういう時ってちょっとワクワクするよね。まあ、結局、役者始めたのも結局大学辞めてるわけですよ。で、辞めた後就職っていうことを一回もせずに、で、27からは完全に自分が代表で会社をやってきて、何かなくなった時って、すっげえワクワクするんですよ。ただね、今回みたいな状況だと、なかなか思いつかばない。思い浮かばない。結局イベントもできない。人も集められない。だから何か一から作り出さなきゃいけないんだけれども、まあ相談聞き、おじさん。どうだろうね。まあわかりませんが。まあ、ちょっとね、気分転換もしたくて、二子玉川の河原。もともと少年野球の子たちがやっている、河原なんですが、ここもかなり草伸びていますね。結構ね、土日祝日なんかは、この辺車で走ると、まあお散歩とかもしたりするんですが、少年野球の子とかサッカーやってる子とか少しずつ増えてきました。でもお父さんお母さんもね、この暑い中いつも、すごい密になりながらご飯作ったりしてますが、大変だよね。まあ仕方ない。ああなっちゃうよ。だからその中でも、やっぱり日本って正直重症者が少ない分ね、少しずつ経済活動を動かしていくっていうことをやっていかないと、本当に、会社もダメになると思うし、かつね、人間の心が潰れちゃうと思うんだよね。だから、そういうことを少しずつでも、打破できるように、何か楽しいことを、いろいろ企画してみたいなと思っております。だから、まあ、こんなことやって、あんなことやって、みたいなことがあったら、SNS だったりとか、この動画の、コメント欄のところにください。なんかそれで動けるようにしますし、個人的に話聞いてよ、みたいな方、有料で現地まで行こうと思います。生活しなきゃいけないからね。まあ、そんなことを考えながらも、旅の準備は欠かさずにやっていこうと思っております。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。というわけで、また今日もダラダラと話してしまいましたが、4月22日、こちらで、今日の放送を終わりたいと思います。もう少しね、ちょっと天気がいい時に、バーベキュー動画なんかもまた撮りたいと思ってますので、その時もまた見てくださいね。それでは原田敦でした。さよなら。